モスクのようなあの中からいろんな説明を受けて、ました。で、これから回っていきます。ワールドトレードセンター7の、そうそう、あのおじさんね、だから出来上がったやつからどんどん下に上げていってるんだね、エレベーターみたいな。でこう、違う、フリーダムタワーナンバーワンの高さ。This is the World Trade Center 7. これがあれなんだ。ああ、全然気がつかなかった。これが World Trade Center 7。そう。もう跡形もなく崩れ、で、これが崩れんつに残った古いあれなんだよ、郵便局。この方向から突っ込んだの？違う。だから、ああいうところに、そうか。だから向こう側、今メモリアルとして作っているところを中心に立ってるんだよ。立っていうか、ワールドトレードセンターがね。もうここが駅のあれになってるんだね。ワールドトレードセンター駅に結局 E っていうライン E 駅の出入り口だから、これをアップダウンタウンじゃなくてアップタウンの方に、まあ、ノースの方向に帰れば、ニューヨーク編駅、
だからその前にあれだな、そうだ、タクシーで行った方がいいかな。あ、チャーチがいいですね。全然関係ないよ。あ、でもそう、ワールドトレードセンター7があったのはこの辺りだもんね。あ、分かんないね、あったのかね。で、ここの周り中を終わります。